まずは昨日投開票が行われた衆議院選挙で大躍進を果たした立憲民主党の辻元代表代行に今後の戦略などについて中継で伺ってまいります。辻元さん、昨日に引き続き連日ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。昨日は結果が出る前でしたので緊張感を持って見てらっしゃるということでしたけれども、98議席から50議席上乗せということで大躍進を果たしました。今のお気持ち聞かせてください。はい、たくさんの議席をいただきましたので、責任の重さを感じているのと、今後誰がやっても難しい政局になっていくかと思いますので、緊張してます、その緊張感というのはあまりこれまでは味わったことがなかったものなのか、やっぱり特別なものがありますか。そうですね、やっぱり今の日本の国民にとって今後どういう政権運営または人たちが政権担うのいいのかということの一つの結果ですので、でも必ずしも正解っていうのはその通りにまた動かないことがありますからね。どういうようにこのいただいたある意味期待または消極的な期待もあると思うんですけれども、それを受け止めて今の国民の皆さんの生活であったりで国際情勢も厳しい中で日本の政治をきちんと立て直していくかっていうようなそんな緊張感ですね。ただもう一つ私ちょっと気になってるのが投票率の低さなんですね。でやっぱりこれだけの事態があったにもかかわらずやはり戦後3番目に低かった投票率ということで政治に失望しちゃったりもうなんかもういいやみたいなとか、そういうですね感じが世の中に広がってるのではないかと。でそうではないんだと、みんなで変えれるんだっていうことをどういうふうにメッセージ発信していけばいいのかなって。だって 53% というのは半分の人が行かれんかったいうことですやんか。だからそういういろんなこのものをどう受け止めて私たちはこれから舵取りをしていけばいいのかなっていうふうに、そんな感じですね。では辻元さん、立憲民主党に何を期待しているのか、町の皆さんの声お聞きください。期待してもね、みんなも選挙の時に言うけど別に何も変わってないし、ほんなやってみって感じじゃないです。どちらかというと不安ですね。なんかもう批判ばっかりしてきたじゃないですか。仮に増やしてもうまくいくとは思われないです。連立内閣とかを作らなくてもその政策ごとに賛成反対とかをやってくれたらいいんじゃないかなと。諦め、不安、期待、さまざまな声がありました。辻元さん、どう受け止めていらっしゃいますか。かなりシニカルな感じに受け止めました。ただ政治っていうのは誰が担うかによってやはり違ってくるんですよね。で少なくとも私たちが今後分かりませんが主犯指名がどうなるかによって第一党っていうか政権を担わしてもらったらまずやっぱり政治改革はやろうと思うわけです。で特にこの企業献金の禁止とかですね政策活動費廃止とかですね大きな意味での政治改革はまずやんなきゃいけないし、選択的夫婦別姓のような社会制度もすぐ変えようと思うし、かつ経済政策もアベノミクスありきで来た経済政策の見直し転換というのもやらなきゃいけないし、やっぱり私は政治の担い手が変わると政治は変わるということをぜひ皆さんにも一緒に変えていこうと思ってほしいなと思いながら受け止めました。大変緊張感のあるこの辻元さんのお話にも見えますけれども、太田さんどういうふうに受け止めていますか。はい、辻元さん、太田です。お疲れ様でした。選挙戦。こんにちは。こんにちは。どうもお疲れ様です。今ね、誰もやったことがない政局だから並々ならぬ緊張感、私にも伝わってきたんですが、一方で辻元さんはですね。国対委員長森山さんと今の自民の幹事長と町長橋で国対委員長をされましたよね。まさにね、そういった寝技も含めましたね、そういう合意形成の術っていうのはやっぱりお得意な分野だと思うんです。私、昨日ですね、ある国民民主党の幹部と夜話したんですけれども、立憲とやっていくこと、はい、やっぱり引っかかるのが立憲はリベラル色が強すぎる、例えば原発の問題ってやっぱり言うんですね。この辺のなかなかですね、合意形成が難しい分野は、転がしながら解を探るというか、一旦棚上げしてとにかく大道につくっていうふうな、そういうことはお考えですか、国民と一緒になるにあたって。そうですね、私は今までですね、自社左政権、自民党、社民党、先駆けの政権も1年生の時スタートがそこだったんですね。で時なんかは自民党と当時の土井たか子さんの社民党ですから、橋本龍太郎さんと土井たか子さんが並んでたわけですよ、ある意味閣外協力でしたけどね。でその時もこれとこれとこれをやる政権なんだということを明らかにしてですね、でやらないことも明らかにして、そしてさらには協議をしていくことも明らかにして、それの合意を作って、その上で政権を担ったわけなんですね。ですから連立政権の作り方っていうのは 100% 全部合意しないと作れないわけではないというように思います。ただ反省もあって、長持ちするかどうかっていうところもありますからね。その辺のやっぱり忍耐力と、それから国民の皆さんも、日本は政権交代に慣れてない国なので、すぐに結果をですね求めるの早すぎるんちゃうかと、私らやってる方から見たら思うんですよ。やっぱりどんな大きな船もぐーっと舵を変えて羅針盤を切り替えていかないと動かないのと同じように、でやっぱり政権交代可能な国っていうのはイギリスにしてもアメリカにしても、例えばオバマ大統領も1期目ボロカス言われたりしてましたけど、やっぱり2期やらせてみようと、8年ぐらいかからないと政治は変わらないっていうようにですね。だからやっぱりこの日本の国民の皆さんの意識も、それから私たちもやっぱり各党忍耐強く少しでも日本を良くしていく、そのためには切磋琢磨する2つの政治勢力があって、そこがやっぱり交代の緊張感を持ちながら政治を運営していくっていう、私は政策の合意も必要だし、そういう政治文化や寄付も変えていかないとダメだなと。ですから私は正直しゃべろうと思ってるんです、こんなとこしんどいねんと、合意してへんけど、でももうちょっと待ってて、今ここまでやってるからもうちょっとここまでやれるまで時間かかりそうやねんとか、そういうことをやっぱりこの説明をしていく、みんなにオープンにしていく、そういうことが大事だと私は思ってます。はい、神崎さんいかがでしょう。そうですね、ちょっと全国で、ね、大躍進されたんですけど、大阪の局としてこれは聞いとかなあかんと思うのはやっぱり維新ですよね。大阪で19の選挙区全部維新が取って、辻元さんの自慢であった、大阪10区もですね、尾辻さんが選挙区ではかなわずですね、維新に取られたというところで、この維新との向き合いですね、辻元さんどういうふうに考えられてますか。いや本当にね、やっぱり大阪は維新強いですよね。でそういう意味ではちょっとこう、私も今回は正直申し上げて、一つ二つ落とさはんのかないう気もあったんですよ。でも取らはった。でただね、これから万博のこともあるじゃないですか。あんまりチケット売れてへんいう話もあるしね、この追加の負担が必要になったらどうすんねんとか、やっぱりあとカジノの賛否っていうのはやっぱ反対の方が大阪で多いと思いますんでね、政策ごとにやっぱり維新がやってることで、私ね全部一色になったらね、右へ習えでね、私万博にしてもあれだけこういろんなことが次から次に予算が出てきたっていうのは、大阪の場合府議会であったり議会が一色だとチェック機能が働かなくなってしまうんですよね。ですからそういう意味ではちょっとまた維新一色になったことは、大阪のチェック機能が働かなくなるんじゃないかっていうことが心配と、やっぱり私たちが大阪の中で、きちんとそういう政策課題については発言していかなきゃいけないなというふうに思ってます。はい、辻元さん、立憲野田代表は政治改革というのは、はい、政権交代だと、政権交代が最大の政治改革だというふうにおっしゃってました。はい、さまざまな党がありますけれども、どの党との連携というのもこれ選択肢に上がりますか。今日ですね、朝から執行役員会を開きましてね、それでまずやっぱり首班指名でですね、野田佳彦と書いてもらわないと、これは政権、に就くことはできませんのでね、まずは各党に、誠意を持って首班指名でお願いしたいというところからスタートして、そこからですね、いろいろ言わはると思うんです、こういうことがあったらできますよとか、できませんよとかですね、でやっぱりスタートしてみないとわからないねっていうことで、今日すでに水面下で各党への、この首班指名についての意見交換の打診をしているというような状況です。ここからスタートです。なるほど。ただこれ長持ちする政権にしたいとおっしゃってた、その中で辻元さんが一番大切なこと、何ですか、ポイントは。大きな政党は謙虚でいくということですよね。それから謙虚で、っていうのは、私自民社民先駆けの自社さやってた時には、自民党は239議席だったんですよ。で確か11議席足りなかったで、社民党は15議席ぐらいだったんですよ。でね、ちっちゃいとこっていうのはね、すぐないがしろにされるとうまくいかない。さあ、野中博文さんというですね、達人がいましてね、あの人は悪魔にでもひれ伏す人ですからですね、やっぱり小さな政党のことを大事にしながら協議を進めていかないとうまくいかないんですよね。ですからそこは心がけなきゃいけないと、かつての小さな政党にいたものから見たら、ただ難しいのは来年の参議院選挙控えてるでしょ、なのでやっぱり各党独自路線をですね、これから出していかないと参議院選挙比例票も含めてこれ取れませんのでね、そことのせめぎ合い。ただ一点言えることは、今の国民にとって国民生活を良くしていく、それから厳しい国際環境の中で、例えば中東の問題とかいろんなですね、ところで、日本はそういうある意味では和平、なども力を尽くしていかなきゃいけないとか、そういう国際状況や国民の生活にとって私たちがそれぞれの野党といわれる各党がどういう振る舞いをすればいいのかというのは大原則だと思うんです。わかりました。これ大きくても小さくても。はい、辻元さん。だから大同団結すべきだと私は思ってます。はい、ここまでとなります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、厳しいですよ。頑張ります。速報原稿です。明日のポイントは何ですか？この高気圧に注目です。今日の知りたいに全速前進。今入ってきたニュースです。